はい、というわけで皆さんこんばんは。今日はね、皆さん大好きつけ麺シリーズ、ラーメンイケメン僕つけ麺ということでね、紹介はいしていきたいと思います。今日はね、ファミリーマートさんから出ております。こちらですね、じゃじゃん、濃厚鶏白湯スープのつけ麺、読み方合ってますでしょうか。つけ麗ですね。で540円、もう見た感じね、スープ結構こう濃厚な感じしますけれども、濃厚白湯鶏、白湯なんか最近よく見かけるんだけど人気なんですかね。ちょっとね早速開封して食べていきたいと思います。結構ねボリュームありそう、太麺なんでねボリュームありそうですね。美味しそう。はい、ドア系残り、オッケー、開けました。よいしょ。じゃあちょっとね、こんな感じですね。はい。で、当然まあ電子レンジでチンするタイプになっています。でスープのドンということで、うわあ、割とドロッとしてますね。こんな感じで、ほうれん草とネギですね。あれ、お肉あったと思ったんですけど、あれ消えた、あれ消えちゃった。チャーシュー、あれお肉消えたな。あ、入ってました入ってました。こんな感じでお肉も入っております。お肉、あと細いネギとほうれん草ですね、入ってます。で麺は割と太麺ですね。はい、ちょっといろいろちょっとでこうちょっとね麺を絡ませてですね、割とこう麺があのねスープドロッとしてるんで割とねこう麺に絡んでいい感じですね。いただきます。あー、うまい。あ、濃厚。あ、濃いですね。うん。あー、っていうか、すげえクオリティ高。ほら、やっぱりよく、つけ麺屋さんもね、よく行くんですけど、もう最近のコンビニの麺って、クオリティ半端ないですね。めちゃめちゃ高いですね。美味しい。こう、やっぱりね、つけ麺はこういう、絡ませて。うん。最高っすね、これ。うまこれさ、こんなクオリティでさ、もうセブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、もうどこからも出るからね。で最近もね、つけ麺ラーメンもね紹介させていただいたんですけど、でね、なんかファミリーマートのその家系ラーメンがめちゃめちゃうまいってことで、それ探しに行ったらなくて、まあ渋々ねこれ買ってきたんですけども、全然美味しいっすね。ペロっていっちゃいますねこれね。でほうれん草どうなんか、どうなんかね、本格的。うん、あ、ほうれん草もリアルの味ですね。でお肉、お肉、うん、あ、柔らかい柔らかい、あ、柔らかくて味もしっかりしてるね。うん、美味しい。ほうれん草、ビッグほうれん草。ああ、うん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 、美味しい。なんだろうね、こう白湯スープっていうことで、ちょっと僕あんまり家系ラーメン以外あんまりね詳しくないんですけど、割と本当に濃厚でね、こうやっぱり麺がね割とこう太麺でプレーンな味なので、こうなんていうの、こっちが2だったらこっちがね、その中和バランスを取ってくれるっていう感じがねすごく美味しいですね。濃い分やっぱりね、こっちのなんていうの、こうさっぱりさっぱりというかね、なんかこう何も味ないので、こうちょうどいいバランスでもちもちとしててね、
あ、最高。最高ですね。はい。で、こっちがね、これがファミリーマートさんですね。濃厚鶏白湯スープつけ麺540円。これね、これも多分人気商品だと思います、絶対。あの、コンビニ行ってもね、はない時もあるんで、皆さんもね、ぜひ、あの、ファミリーマートさん行った際は、こちらの、ま、割と麺のシリーズ多分全部美味しいと思うんで、あの、見かけたらね、ぜひお試しください。はい。というわけでね、これペロッと後でいただきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. よければチャンネル登録、評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。See you next time.